キャロちゃん、キャロちゃん今日は7月4日ごちん、せんとこごちん。キャロちゃんは、キャロちゃんは3ヶ月半骨太で丈夫だよね丈夫、下でも段ボール噛んで振りますまあ本当に大メス向きっちもんかね、うん、今日の話はうちで生まれた子供たちを預かってほしいっていうことになると、まあ何日でもその人のご希望に応じて預かっているんですけども、ご飯多分食べないから、何かこれかけてあげてくださいとかっていうご希望が、まあそれぞれにいろいろあるんですけども、うちでは与えたことがないんです。それでもちゃんとご飯は食べています。まあ簡単に言うとね、健康な子やったら1日2日食べなくても何も心配ないっていう考え方なんです。そしてそれだけのカロリーが体にあるということは、それ以上食べたくないっていうふうに犬が表現してる。要するに運動量とエネルギーの関係みたいなもので、ものすごいなんちゅうか運動量をさせるとか、ドッグランでわーって走らすとか、それからうちの庭が広くてそこに走らすとかっていう人は、それだけの犬にもエネルギーがいると思うけども、普通に室内犬として飼ってたらそんなに必要ないので、うちでは多分うちでは預かった時に火は餌は本当に少し10粒ぐらいちょこっとやって様子見るんです。で朝も食べてなかったらそのまましとくんです。でその次の夕方ぐらいに、たとえ2粒でも食べてもそのまましとくんです。そうするとまただんだんその子の食べるリズムっていうものも決まってくるし、それで体壊すこともないから、いつもそんな風にしてお利口さんにしていましたよって言って返すのは、ご飯もちゃんと食べてお利口さんにしてるけども、うちでは特別なおやつも与えないし、ふりかけも与えないし、何もかも与えないっていう感じなんです。エネルギー中も与えないし、本当のシンプルなフードだけ。食べなかったら食べないで体壊すっていうことはないから、まあ自分の犬だったらどうしてもね、過保護になるからね、その気持ちもわからんでもないけど、うちではもうそういうふうに、時間が経ったら餌与える、時間が経ったら餌与える、食べたら抜く、食べなかったも抜く、また餌与えるっていう感じで、時間で管理してるんです。それで体調壊したっていう子もいないし、少し気持ちスリムになったかって思う子はいますけども、それは何も問題ないことで、その子にとってのエネルギーが十分行き渡ってると何も心配ないので、そのようにしています。多分餌食べないで困ったって思ったり悩んだりする方が多いと思いますが、犬自身が健康であれば何も心配ないのは現実の話だと思います。
以上。いいですか。はい。キャロちゃんもバイバイ。キャロ。キャロの耳も少し毛伸びたね。キャロ。キャロキャロ。キャロ。キャロ。キャロちゃんか。私かキャロちゃん。まだあの下の子らとだいぶ仲良くできるやろ。できるできる。ね。うん。最初はみんなの政権のことをやっつけて歩いて、みんな逃げ回って。怒られたり。うん、怒られたりしとったけど。さあちゃんなんか今でも下ろしたらあそこのとこ行って隠れとるもんね。うん。もうしばらくや。もうしばらくやったら本当になれるわ。うん。この部屋は男の子のカイ君と、それから、のびのびしとるわ。キャロット。サーちゃんは1階で。キャロや。他の子も1階で。キャロ。よう名前覚えとるやろ。犬とね、仲良くする時のね、方法として、まあみんなおやつ与えたりいろんなことするけども、まあ茶の間なんかでもね、自分が横になって、枕でもして横になって、ほんでキャロキャロって呼んだらね、胸のところにね来るからね、そしたらね少し触ってやるとか、そんな風にして犬とのその目線を同じ高さにするっていうことも一つのいい方法ですわ。で犬の方が小さい時はもう上になろうと思って人間の方をやっつけてくることもあるけども、そんなに気にしないで、うちではそういう風に扱ってるんです。やっぱり人間の方大きいから、上からこう手を出したりすると犬はやっぱり多少怖がったり嫌がったりするから、下から同じ目線っていうか同じ高さから相手してあげると、犬もなんか子犬の時なんか特に安心するようで、もう成犬になればまたねあれですけど、犬と一緒に寝る人なんかはそういうこと慣れてるから、わかると思うんですけど、いけるか。はい、おやすみなさい。キャロおやすみ。キャロおやすみ。